皆さん、こんにちは。モナリザ・クロームでございます。いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。さて皆さん、今日は最近撮影した写真。それを実際にお見せしながら、今感じていることを述べさせていただきます。 まずこの写真でございますが、これは妻がおしゃれなガラス瓶を購入して、その中にレモンを入れたりしていました。お面白そうだということで、えー、撮影したものです。最近のレンズは近接撮影能力が高く、マクロ的な撮影が できますよね瓶の中に入れた野菜の緑色が反射してきれいですねこれは瓶の側面横から撮影したものです絞りは解放なので程よくボケていると思いますマクロレンズを使うとさらに面白い絵になるかなと思うんですが まあ普通のレンズでもこうやって楽しめるっていうのはねいいかなと思っています。こちらの写真は JPEG でも RAW でもありません。最近 iPhone などに採用されている h e a f h e f という記録形式で撮影してみました。 1一回使って試したかったんですよ。このヒ e は JPEG8 ビットより圧縮効率に優れています。またヒ e は10ビットでの記録もできるんですよ。実際これは10ビット422での撮影です。空のグラデーション 会長表現、いかがですかなかなかのものではないかなと思いますね。まあ私は iMac や MacBook を使っていますので、そのままプレビューもできますし、PixelMeter Pro で簡単な編集もできます。Mac ユーザーにとっては非常に便利でもあります。 こちらもヒ e テンビ 10bit 422での撮影です。通常なら黒つぶれするところ、その暗部の表現もよくできていると思いませんかただ、この皮膚は Windows では対応していないです。 しかも多くのソフトも非対応なので扱いには注意が必要かなと思います。こちらも h e a 1 0ビット422での撮影です。この記録方式の良いところはカメラが持っているプロファイル、カラーやコントラスト、 その色味っていうのをそれらを適用させてアウトプットできるもちろんカメラ内のレンズ補正機能も活かしてそのままアウトプットできるまあこういうところでしょうねつまり JPEG よりも高画質でカメラの機能カメラの性能を活かした絵を作り出すことができるということです ただ気をつけていただきたいのはこの皮膚はロー,ローのような生データではございませんつまり本格的な現像には向いていませんあくまでも JPEG より高画質で記録したいデータ容量を減らしたいという人向けになります こちらは先日紹介させていただきました町村農場の写真ですピント面の改造感が素晴らしくお気に入りの一枚ですあの動画ですがあれ撮影したのは D780 だったんですよ色味コントラストなどが どう,もうまく調整できない私が悪いんですが、まあ、納得できないこの YouTube 動画絵になったので削除してしまいましたやはり YouTube の動画収録についてはこの α74 と 24mm ちいましたこの絵に慣れてしまうと、まあ、若干不満をね感じてしまうんすよね だからといって D780。悪いカメラじゃないですよ。スチルにおいてはもう最高のカメラの一台です。これも軽くレタッチを加えています。この色味というかボケを含めた雰囲気が好きなんです。太陽が傾いた時の光。 この光をどう捉えるのかっていうのは撮影していて一番難しい瞬間であり一番楽しい瞬間かもしれませんうまくいけば素敵な写真を撮影することができますねこれもその光を捉えようと必死に撮影した一枚でございます F2.8 開放ででの撮影です近景と円景がございますそれぞれこう光が入ってきてるんですけれどもそのバランスがうまくいったかなと、まあ、納得している一枚ですこれは昨日の撮影です「エンジェルズ・キスフォールズ・オン・ミー」v o l u m 7のために昨日撮影しました これ JPEG 取って出し。レタッチもトリミングも何もしていません。そのまんまの絵です。α74 は、まあ、こういう絵をいとも簡単に作るんですよね。これがやっぱり最近のミラーレスの凄さかなと思います。まあこれから これらの写真を作品化するにあたってはコントラストとかシャドウ色相もそうですがそういうものに手を加え自分なりの世界観を作り出し「エンジェルズ・キス・フォールズ・オン・ミ」Vol.7 として近々アップロードさせていただきますこれも昨日の撮影です 改造感がめちゃくちゃあります。もう上のてっぺんにある木なんかもしっかり改造してるんですよ。撮影場所は札幌にある宝平峡ダム。とにかく紅葉が美しくて美しくて感動しまくりでしたね。まあ、そこで ポートレートの撮影したんですけれども、人も多い多い。もう人が映らないように撮るっていうことに注意を払わざるを得ませんでした。というわけで、この1週間に撮影した写真をお見せしました。いかがだったでしょうか。これらの写真はすべて アルファ74とこのタムロンの 2875G2 で撮影しています。ここにある58ミ、mm、リ 1.4G、それからソニーの40ミ、mm、リ F2.5G、そしてこのタムロンの第三元ズームレンズですね。 もうこの3本を使いながら最近は撮影を楽しんでいるという感じですねこのレンズ今撮影に使っている 24mm G マスターあるいは 50mm の G マスターと比較すると当然ですけれども冒険はそれほど美しくはありません それからリアルタイム瞳 AF ですね。これについても G マスターほど精度が高いとは言えないですね。今回もかなりの枚数撮影しましたがチェックしてみるとそこはね、やっぱり純正レンズには負けるかなという感じを受けました。ただ解像力は かなりのものですよ。本当に隅々まで改造感のある絵を作ります。そして、ズームレンズですから、撮影の幅が広がる。弱点はあっても、それは許容範囲内であると私は思います。ということで、今日もご視聴いただきありがとうございます。